6歳の頃、隣に住んでいるおばさんが財布をなくしたって言うから、一緒に探したのははっきり覚えてる。それから、町内会のボランティアとかやるようになって、気づいたら、便利屋とかトラブルシューターとか呼ばれて、毎日大変だけど、断れないんだよね。頼まれたら。おっす、僕の名前は忍明。あ、大丈夫？何か困ったことがあれば相談に乗るよ。僕で良ければだけど。明日はもっと強くなる。だから、今日も鍛えていかなきゃ。うん。一つ区切りがついた。あとは実戦で通用するかだ。これって、商談試験に合格した感じかな。とにかくいい調子。僕、恋愛もののドラマとか映画大好きなんだよね。望んでも届かない世界というか、憧れというか、悲しい。お小遣いを貯めて可愛い小物とか集めてるんだ。両親には内緒で。時々こっそり眺めてニヤニヤしてるの。ちょっと、引かないで。僕、実は漫画家になりたいんだ。で、思いっきり理想の恋愛を描く。え？空手も続けるよ。だから、恋愛空手漫画家を目指すんだ。やったー！瓦割り新記録達成！力が全身を駆け巡ってるよ。うん！こうすれば、もっと無駄なく動くことができるかも。敵の攻撃を見切ってギリギリで避ける。こうすることで、カウンターのスピードが上がるんだ。と言っても、僕じゃまだまだだけど。あ、ちょうどよかった！人手が欲しいんだ！お願い！手伝ってもらえないかな？これ、僕からの依頼ということで。おはよう！一日の始まりは朝稽古から。よければどう？一緒にやってみる？朝から体を動かすのってすごく気持ちいいよ。このお弁当、実は自分で作ったんだ。え、何？そんな意外そうな顔しないでよ。僕だって料理くらいできるってば。帰ってきたら稽古稽古。宮本武蔵曰く、戦術の稽古をもって端とし、万術の稽古をもって連とす。ということで、鍛錬あるのみ！この敵、なかなかやるじゃないか。手ごわいな。この、宿題め！もう全然解けない！終わる気配が見えない！体を動かす稽古だけじゃなくて、イメージトレーニングも大事なんだ。時間があるときは、頭の中で、せい！決まった！一度引き受けた依頼は必ずやり遂げる。逃げることはしない。だから楽じゃないよ。でも、目をつぶっていることはできないんだ。真剣勝負には、覚悟を持って臨まないと、相手に失礼。一切手加減しないで戦うから、全力でぶつかろうよ！一番好きな技は、やっぱり上段回し蹴り、ハイキックだね。あれがスコーンと決まった時は最高に気持ちいいよ。稽古が辛い時もあったよ。でも、逃げ出したら後で絶対悔しくなるって分かってたから、踏みとどまって続けてこれたんだ。好きな言葉は一撃必殺。やろうと思ってもなかなかできることじゃないけど、空手をやってる人なら理想なんだよね。トラブルが解決した時に出る笑顔っていいよね。パーッと晴れやかで、見ている僕もすごくスッキリした気持ちになれるんだ。魔法少女になってから身体能力が高まっちゃって、組手の時は力をセーブしてるんだ。それがちょっとモヤモヤするんだよね。舞い込んでくる頼まれ事は、それぞれ大変ではあるけど、いろいろな経験ができるから勉強にもなるし、身にもなってるね。
戦いになったら目の前の相手に集中して余計なことは考えない。ただ一つ頭に浮かべるのは勝つってことだけ。神浜は変わったことがたくさん起きる街だよ。よく変な噂話も聞くしね。例えば、なんだっけ。あ、そうそう、花咲女とか。覚悟してもらうよ。おっす。ふぅ、まずは勝ったね。合わせて一本ってとこかな。学校の制服は好きだよ。だって堂々とスカートが履けるから。なんてったって校則だもん。これには親も何も言えないしね。